9月7日笹川記念会館において笹川科学研究奨励助成金決定通知交付式が行われました。27歳の時から地球をきれいにしないかんと、環境保全しないかんということを言い出した。それが国連が知って、今から20年ほど前に国連笹川環境省というのが一つ作りよったわけ。何が幸いするわけだか、皆さん方もどうかね、一つこの汚い世の中をね、きれいな住みや平和な社会に作ってくださいよ。この助成金制度は医学を除く全ての科学の分野で日が当たらなくて見落とされている35歳以下の若手研究者の研究を助成するもので、今年度は3人の留学生を含む27人の研究者が選ばれました。まあ、私ども日本船舶振興会としましては、この科学技術の中でも非常に重要だけども、この恵まれないというと語弊があるかも分かりませんけども、目の届かない領域でですね、コツコツ勉強なすっている皆様方に協力をぜひしたいということで、科学協会にご依頼をいたしまして、こういう制度を設けていただいたわけでございますけども、平成元年度における笹川科学研究奨励助成金の交付決定通知書をいただきまして、誠にありがとうございました。しっかり頑張って研究に励んでまいりたいと存じます。本日は誠にありがとうございました。